クロービス試験はいいいいよろししくお願いしたいと思います、えー、もう僕は日南市長時代からですのでこの宮崎で g 1をやるということをですねあのずっと堀さんから言われてましてで里見さんがしっかり手を挙げてくださって受け入れ拠点がちゃしっかりあるのでやっと日南とガ賀ンの合体であの。 実施ができて本当に嬉しく思っておりますで、えー、モデレーターということで G1 での正式モデレーターを始めてあっちはあるんですけどちょっと緊張しながらやらせてもらいたいと思っておりますではですね、あのー、今回どのテーマにしようかなと思った時にやっぱり宮崎ならではのテーマのセッションもいるだろうというご指名もいただきましてやっぱり血のりが悪いと九州の中でも,もう多分最も不便だと言われてます あのー、西側は高速道路は早々いいとつな,いだつながった上に新幹線まであって鹿児島、福岡近いとで大分もまあもちろん苦労もされているかと思いますけどでも実は福岡からバスで12時間、2時間ぐらいかなで宮崎だけがとっても遠いという中で、えー、今後どういった戦略を描いていくのかまた今、何をやってきたのかと。 いうところで今日は進めてきたす今回も福岡から結構参加していただいてるんですけど福岡の人って宮崎飛行機で来るんですよだ近畿の中でとか関東の中で移動するのに飛行機で移動するっていう概念がないじゃないですかでも九州内でみんな飛行機でわざわざ来るっていうぐらい遠い、ね、その通りなんですよね僕はいそういった中で今日はですね、あのー、真ん中にお座りの軍司さんが宮崎カフェリーの社長でありますけどもこの春まで、えー、宮崎県副次長4年間 されていいらっしゃいましゃまたあと全国初の副知事という側面がありまして県の農業専門職農業職で来られた方で初めて全国で副知事になられた方とそういった意味で宮崎の農業を、まあ、この国の農業も含めてですスペシャリストの方でありまして条件不利地域の中で農業がどうやってきたのかこれ大消費地検の北関東とかの戦略だと違うわけですよねその辺のお話をぜひしていただきたいなと思っております。 はい、えー、よろしくお願いしたいと思います。えー、浦九州とかですね、えー、陸の孤島問題って聞くとですね、グググッとくるものがあるんですけれども、まあ、県としてはですね、えー、高速道路、これをですね、まあ、しっかりあつ、の、な、ー、いでいきたいと。 ミッシンングリンクを回収したいっていうとなこで随分頑,頑張っているけれど完成したとしてもですね裏が表になることはないんだろうとそんなふうに思いますただ悪い問題だけではなくて、まあ、そういう知性だからこそ、えー、飛行機のです、ねえー、利便性が高いということもあり、えー、空港からここまでも非常に近いですよね、まあ、そういう意味で飛行機もあるし私今あのフェリーの方の仕事をさせていただいてますけども船っていうのもですね えーまあ、の貨物も運ぶんだけれど、非常にこうあのゆ,ったりたゆったりとした豊かな時間をです、ねえー、使える乗り物だというふうに思います。えーまあ、のいくら投げたって、われわれはこの宮崎に住んでるし、えー、この宮崎がどこかに行くわけではないので、えー、この陸の孤島という言葉をですを、ね、逆に利点として捉えて、どう攻めていくのか、今日はですは、ね、そんな話ができたら、一番楽しいなと思っています。 はいありがとうございますそんな中であの宮崎の特徴の農産物ってあの今回は季節じゃなかったらだめでしたけどマンゴーとか、持続可とか宮崎牛とか、まあ、この辺の特にキャビアなんてあの完全生産できるようになったんですよね、この辺はの県としてはどういった戦略でというは考えでこうやれてるんでう大正市から遠いと遠隔地にあるということはです、ね、輸送費、流通経費だけ考えると大きなハンディーなんですね。 そこで考えられるのは2つあると思うんですけど1つは大きなロットでですねできるだけ大量に送ることでコストを下げていくという作戦が1つありますそれともう1つはあの非常にこう付加価値をつけてですねた高い値段でもあの取引できるようなですね 商品を作っていくというこの2つの戦略があると思うんですが今ご紹介にあった宮崎牛、えー、キャビアもそうですマンゴーもそうですけどもこれは、えー、地域でですね公設の試験場長い時間ですねかけて研究の成果があり、えー、まあの商品としてですね全国に訴求することができているものだと思います。あのキャビアに至ってはですね30年かかりました商品 の名前が宮崎キャビアってジャパンキャビア1983て言うんですけどこの1983は1983年からロシアから稚業をもらって研究を始めましたよというふうな意味なんですね長い時間をかけて他の地域には真似のできない商品を作っていくとこのことに一つこの活路を見出したっていうのがこの陸の孤島と言われるこの地域の戦略であろうというふうに思います。 このマンゴーとキャビアはですね本当にあの宮崎独自で編み出しててやっぱ県の農業試験場が本当にすごいんですよもう全国に勘たるやっぱ農業試験場の能力があって完全に自分で作っちゃいます1年前のこ G1 地域があった三重県で伊勢島サミットがありましたけれどもあの時に伊勢のもの以外でつく取り上げてもらったのは宮崎キャビアと宮崎マンゴーだけらしいですねあのそうですねあの時はですねキャビアは売り込みをしました 一生懸命売り込みをしたけれどマンゴーはですね向こうのシェフが自ら選んでくれたという商材ですね、えー、メルケルさんがジャパンにこんなおいしい果物があるのかと驚いたという話を聞いていますしキャビアについてもですねあのジャパンキャビアかと和のキャビアかということでですね少しヨーロッパのキャビアとはちょっと種類が違うような感触であったけれどもこれはこれでとってもおいしいと粒々がキラキラと。まあ 日本の技術ですよね。綺麗なあのキャビアを食べてですね非常に喜んだという話は聞いていい、いてまます。す、はい。はありがとうございますじゃあ続いてのテーマとしまして今日は里見さんと倉掛さんと来ていただいておりますがこのお二方は外から今宮崎の仕事に関わられていらっしゃいます、まあ、里見さんが、まあ、このシーガイアの会長ということで、えー、ぜひまずですね里見さんから倉掛さんに一言ずつあそっか倉掛さんは取り組みは後で聞きます。あそっか まず、あ、後で聞きますね、後で来ます。あのー、外から見た宮崎として、いいところを。トントンとお二人に一言ずつ褒めてもらって。その後、課題をまたトントンと、あのー、いきたいと思います。で、まあ、正宗さんからお願いします。皆さん、日本一のビーフって、どこか知ってますか。これ、あ、外国人に聞くと、神戸米ビーフって言っちゃうんですね。で、大体、まあ、日高牛とか、松阪牛とか、出てくるんですけど。実は、もう十何年連続。 政府から少々頂いているのは宮崎牛なんです。なので、日本一の牛肉宮崎牛だということでね。あ,あの、<laughs> その立役者が軍事さんなんです。軍事さんが立役者なんですよ。はい、で、宮崎生まれ松坂育ちの松坂牛もいっぱいいるんですよ。実は宮崎は本当に量も質も本当に日本一なんですけども。まあ、後で触れますけど、みんな知られてないっていうこのね。 このアピールべたなところをどうしていくかというのは大きな課題かなそしてふるさと納税も今日の日経の一面に出てましたけども実は全国3位で都の城のように市町村ベースで、ね、全国1位となるようなところも実はいっぱいあるんですねでなんでかというとやっぱりまさに郡司さんのおかげだと思うんですけども <laughs> あの食材ですねいろんな食材が豊富で日本で一番日照時間も長い日向日南っていうぐらいですから日本の日向と言ってますけども。 なので生えている植物、マンゴーとかも含めてちょっと違うんですよね、他の地域と。やっぱこういったものが宮崎にとっては非常にこれからまだまだアピールしていける魅力の一つかなと、まだ言い足りないんですけど、とりあえずこれぐらい <laughs> ありがとうございます <laughs> ちょっとやっぱ予定変更で、倉掛さんやっぱ何者だっていうのがあるので、あの帯で何をされようとされているのかとか、ちょっと自己紹介では、事業の紹介を兼ねて、ちょっと宮崎の魅力までお願いしたいなと思います、はい、株式会社の卸の倉掛と申します。 えと私はですね今日浦,社あ浦九州という形ですけれども、まあ、もう一つの浦九州である、えー、と長崎県の平戸、最奥端にある平戸の方から参りました、えー、車で5時間半ぐらいですね、で今、平戸の方で何やってるかと言いますと、まあ、日本初の常設のですねお城のホテル、平戸城の宿泊施設というところを運営開始しておりまして、今、そのお城のですね他の櫓をレストランにするとか、そういった形でユニークベニューとして活性化しようとしています。 そして、えー、今回、ですね崎田、えーまあ、さん、まあ、以前、日産首相の時代にでさまざまな活動をしていただいて、あのーまあ、でん帯のですね伝統的建造物そういったことの利活用事業とというところを進められていたと思うんですけども多分おそらく皆さんも昨日、えー、帯で泊まられた方はその魅力をご存知だと思いますけども、えー、私の方で今回、えー、昨日泊まられたなずなさんという迎えに山本伊兵衛ですとか えー、久村寿太郎邸、えー、昭和資料館、えー、そして高橋源次郎邸という、えー、そちらのですね施設を、えー、分散型ホテルという形で、えーまあ、今、現地ですでに取りかかれている事業者さんと一緒にですね分散型ホテルというところでアピールした観光都市づく、まちづくりをしていきたいということで、今、えー、帯に進出しようとしています、よろししくお願いいいたしますはい、そんな中で宮崎帯、特に帯の魅力なんか言ってもらって嬉しいなと思いますけど。<laughs> いや,帯はやっぱりその建造物とアーキテクチャーといいますかやっぱりそこがすごい魅力で、まあ、自分が本当に観光地世界の中でもすごい感銘を受けたのが、まあ、ドイツのロマンチック街道、まあ、こんな図体してロマンチックというのもちょっと恥ずかしいんですけども、まあ、観光街道というのがあるんですけどもやっぱりその城郭が町ごとにあってその次の城郭を渡り歩くという中で。 帯の城下町を見たときに本当にヨーロッパの城郭だなと、ここはとうう思ったんですけども、まあ、本当にそこを本当に100年先の未来に対してつなげていく、まあ、そういったことに貢献したいというところが強い思いですし、うん、良いいととところだと思ってまますすありがとうございますじゃあ続いて、また里見さんから予告通りこの課題、黒岳さんからも課題の方をですね宮崎、まあ、どの視点からでも結構なんでお願いいいしたいと思います課題、これだけで1時間ぐらい語れちゃうかもしれないですけども。も やっぱりですね一番は先ほど言った本当魅力が伝えきれていないといなとととううころだと思うんですねまあ実はまあシーガイアにお泊まりいただくお客さんは宮崎の宿泊者の中での8%前後なんですけども我々はこの8%を 10%15% に伸ばそうなんて全然思ってなくてどちらかというともう宮崎に来る人をもっともっと増やしたいなというのをに思ってるんですけどもま我々がこう来訪調査っていうのをしたらですねまあざっくり日本でまあ トップなもうダントツツートップそのざっくり半分以下なんですよねなのでまず旅行の行き先に選んでもらってないとまあよくエボークセットってマーケティングで言うんですけどもサイコロの目ですねどっか行こうかなって皆さん、まあ、3連休4連休あった時にどっか行こうと思った時にまずサイコロの目に入ってないんですよ宮崎が。もう今までではこの前はもうハワイですと グアムですと台湾香港ですっていう近距離海外があってで北海道沖縄があってもうそれだけでも6個埋まっちゃうんですよでも今まさにチャンスだと思っていてコロナによってもう海外がまず行けないなのでいかにこの皆さんが行きたいと思ってもらってるサイコロの目に宮崎を入れるかでこれは我々シーガイアだけではもう全然できなくて逆に宮崎県だけでもできないかもしれないまさにこの裏九州一体となって まあ良九州っていうと怒られるかもしれないですけどやっぱり隣県の熊本ですとか鹿児島そしてまあ大分やっぱこの4つぐらいが一緒にならないとやっぱり、ね、あの先ほど言った通り福岡長崎佐賀に来た人は宮崎来ないですもう遠いんで <laughs> ただこの隣県に来た方だったらじゃあ何泊かしてるうちにこう回ってみようみたいなこういうところがまだまだ連携ができるかなとこう旅行の目的地にねどう選んでもらうかというところを ととしてててててはやれれいききたいなとこれ長年言言わるるんですよ言ってきてるんででですすよっ行政で僕も県庁からすると行政にも20年近くおるので長年言ってきてるんですがなかなかうまく連携ができてないというか連,、まあ、連携する気持ちがあってもうまく商品化されないという課題があるんですけどやっぱりゴールデンエイジの60年代ですかね日本の新婚旅行の半分は宮崎に来てたという、まあ、その頃の <laughs> イメージがやっぱり、ね、なかなか強すぎて成功体験ですかね かかからいいいに脱却していくかってくっうのが課題です、ね、さ里見さんから見てもっと、まあ、他県でもいいですし県内でもいいですけどもっと磨けばいいのにとかもっととんがればいいのにみたいなものはないですかね宮崎を見てみてまあ一番はやっぱり PR 僕が言ってる通りまり、あ、今日今朝のまさにね高田ら社長の発言じゃないですけどもやっぱりどう伝えていくか、まあ、あの東国原 知事の頃はどしたっけはい、はい、う昨日バスの中で「どげんかせんというかまで鹿児島だって言ってだいぶ僕はバスガイドで言ってしまったんでちょっと気を使ってもらわない <laughs> どんげんかせんというかんとですよね、はい、まあでもよくも悪くも目立つっていうのは結構マーケティングでは重要で、まあ、よくあのネガティブキャンペーンとかネガティブがあるとすごいビビっちゃうとかですね、あのー、心配になる方多いんですけども実はマーケティング的にはもう。 どっちでもいいから目立ってたほうがいいんですよ、何にもニュースがないって、無関心が実は一番怖いので、悪いニュースでも人の脳の中にこう記憶されるんですよね。でパッと思い出したときに、じゃあ、いいことを思い出してもらえばいいので、まあ、やっぱり悪いニュースは最近少ないですけどね、過去は多かったんですよ、宮崎も、高低域があり、噴火があり、まあ、地震も影響もありましたけども、まあ、やっぱりね、それとんがったほうがいいわけですね、とんがらないといけないですね、すね目立たないと。 じゃあ倉掛さんの方に課題帯に入られ帯の授業を進められてですねもう,もうちょっとこういったことがなった方がいいとか課題がもしあれば、ね、やっぱりあの里見さんおっしゃるように、まあ、地域の連携とか情報発信というところがやっぱり課題だというふうに思ってますで帯なんか、まあ、日南市に立ってみるとやっぱり宇都神宮って昨日さっきと案内したと思うんですされたと思うんですけどもそちらに非常に人が来てるけども、まあ、あのその周りの油津、えー、南郷、えー、北郷帯って あと坂谷って,ってです,ねすごい魅力的な地域コミュニティのエリアがいっぱいあるのにそちらの方うをまあ回遊されていないっていう現状が課題としてあると思うんですけどもやっぱりそこをもっとつなぐとか地域で連携するとかもちろんその市街屋さんとかに来た人がさらに宮崎の魅力を感じてもらうっていう形の連携200名は帯そういうところに来てもらうとかですねまあそういったところを連携して情報発信していくってことがこれから求められるんじゃないかなと思っています。 はい、ここで軍司さんにお伺いしたいんですけども、えっとまあ、近年、も最近まで4年間、福知されていた中で、今、いろいろお話がありました、まあ、こんなことはでもやってたんだぞとか、まあ、どういうふうなこう、がはいえーまあ、PR がです、ね、もっともっと大切だということなんですけどまずはやっぱり知ってもらうことが大切ですね、えー、それがです、ね、なかなかできてないんだなというふうなことは思います。 いかにこういろんなメディアに露出するかということは非常に大きなことだなと思いますしそこからいかにこう旅人行動にいざなうことができるかということその後がやっぱりブランディングだという,ふうに思いますけども実際に行動を起こすというところにいざなうためにはそれ,ぞれのそれぞれのセクションがやっぱりとんがっていること魅力を持つこと えー、情,情報発信することその上でですねそれがうまく結びつくというふうなことが大切なんだろうと思います、まあ、私の分野で言えば、えー、ずっと農業のことをしていてですね、えー、マンゴーでも人が呼べるんじゃないかってずっと思ってました最初にマンゴーをやるときにはですねえー、っとこんな高いもの誰が買うのと言われました外国産と全然あの値段が違うものを売り出したわけですよね外国ではではすね 木のやつを切って温湯処理を赤くして温湯処理して赤くして輸送するんで腐れるからしょうがないですよねそれを国内でやるんで、えー、頭上完軸理想を形成したのがポトンと落ちるのをあのこれ試験場で作った技術ですけどネットで受けるっていうですねただこれもやり始めた時にはすぐ腐れるじゃんとか入れてですねでこんな高いの誰が買うのと言われたけれども結局はですね大きな支持をやっぱり受けることになるんですね。まあ、そういうういい意味ではもう新しいことをすれば 批判する人がたくさんいるけれどもその中で何人かですねこれはいいぞと言ってくれるお客さんを使ってそのお客様が SNS 等を通じて拡散していくっていうそんな絵面をですねぜひ市街さんとも組みたいし帯とも組んでですねやれたらいいなと。 えー、カフェ入りの社長としてはそんなもんですけどね、今、カフェ入りの社長ですもんね、1つ、ここからのテーマで、食とスポーツという宮崎が今、一生懸命やっておるテーマもあるんですけども、僕が思う食って、宮崎の食って素晴らしいとは言われてるわけですよ、宮崎牛も4年に1回の和牛のオリンピックというのがあって、それで3大会連続日本一、3大会でいいですかね、一応、はいもう軍司さんがです、ね、目をその時期はもう、もうなんて言うかな、ギラっと。 ギラッと光らせながらあの県内の農家たちあの県の出先機関をものすごく押していただいてですねもうすご研ぎ澄ましてあの日本一を取り続けておるんですよねただその素材生産権としては素晴らしいとだけども食べに行く料理はやっぱり銀座とかの方がおいしいみたいな 料理の部分でやっぱり宮崎はいんじゃないかなと思ってるんですけど隣の裏番組で今堀江さんが喋ってますけど堀江さんがやられてるとあの和牛マフィアっていうねあの和牛の会員制レッストランありますけど実はあそこで出してるお肉も宮崎牛なんですけどこう尾崎牛って言われてるんで尾崎っていう地方地方なのかなって皆さん思ってるかもしれないんですが実はあれは宮崎県の尾崎さんが作った牛肉なんですよねあれも尾崎あの宮崎牛なんですよね。 でも知られてないっていうことが宮崎牛っていうのはね、うん。これ僕料理ですね。料理の持つと売り方を素材だけ提供してって加工品が弱いとかあの料理でなかなか呼べないっていうところがやっぱりあってどうでしょう軍司さんなんかそうですね。あの宮崎はもともとは高脂の産地なんです。液牛として使っていた。 あの子牛をですねそれこそ松坂とか神戸とかに送っていた産地なんですけどもそれじゃもったいないということで肥育の部門とお肉にする部門も取り入れて頑張ってきたというのが歴史ですですから少し後発になっているけれどもえ和牛の力促進会5年に一度開かれますこの和牛のオリンピックといわれる大会で3大会連続内閣総理大臣賞日本一ということなんです。ただ えー、ブランディングはです、ね、言われるように外国に行けばです、ね、アメリカではコービー・ブライアントがいるかも,かもしれないけれど神戸牛があの和牛が和の代表格ですでそういう中でどうブランディングしていくかって非常に大切なことなんですよね。で、うん、外国からあのゴルフ選手とかケプカとか来てですね何がうまいってやっぱり宮崎が一番うまいっていって彼はえっと普通ですねダンロップで優勝すると 宮崎議員送るんだけど1等分って送るんだけど普通はお金に換える選手も多いんですけど彼はですね持って帰るって言うんですよ事務局は慌ててですね準備したんですがどうするんですかと,と冷蔵庫をまた買うって言うんですよね。それほど美味しいし アメリカではですねアカデミー賞のアフターパーティーで、えーえー、この宮崎牛を使っていただくというふうなことを仕掛けて成功しました、えー、シェフの皆様がこんなにおいしい肉と出会えて自分は幸せだと言ってるぐらいおいしいんだけれどさっき言ってるようにブランンディグ弱いんですよね、まあ、時間かかることなのかもしれないし、えー、少しその何て言うのかなステーキだけではなくてしゃぶしゃぶ系とか料理もですね えーまあ、ヨーロッパはしゃぶしゃぶがいけるのかなと思ったりもしてますけど工夫する必要はありますね生産だけではなくて消費の原点をいかに刺激していくかこれは我が県のですね大きなあの課題だというふうに私は思っています宮崎牛はしゃぶしゃぶといやろうとしてるんですよね売り出そうとですねすみませんまあ今回ねあの皆さん宮崎牛いろいろ食事でちょっと楽しんでいただいていると思いますけどもこの施設内にもですね、まあ、宮崎牛の鉄板もあるんですけど宮崎牛の割烹 牛の宮というまあ小山君堂さんとがプロデュースした店があるんですがなんとこの店が来月東京にもできますというここでいきなり PR が <laughs> <laughs> なので宮崎牛を東京で食べたいという時はですね東麻布に来てもらえれば牛の宮東京こちらで PR まず一つしたいとい<笑><笑>ぜひ皆さん行ってください黒崎さんどうでしょう食のところでちょっとあっ郡司さん流れましたどうですか まあ海の幸山里の幸という形で帯を中心にいろいろな魅力があるんですけども、まあ、自分としてはやっぱりその宿泊施設を作るにあたりやっぱり旅の目的ってやっぱ食っていうところが大きいので、まあ、平戸でもそうなんですけども、まあ、あの地域新しい、まあ、例えばシェフを呼んで地域の素材を新しく作るっていうところもあると思いますし、まあ、できる今仕掛けようとしてるのはまあ例えば農水省の農泊推進事業っていうところで例えば帯の近くにある酒谷とかですねそういった 北郷という山の幸の方ですね、そういったところの人たちと、まあ、例えば郷土料理をもっと新しい視点で開発して楽しんでもらうとか、そういった仕掛けをしていくことによって、いろんなその旅の人、まあ、旅人もいろんな目的とか多様性な目的があると思いますので、そういったところに応えられる食のメニューっていうところをあのやっぱり開発していきたいなと思ってます。はいああ、はいありがとううござますさんんなかどぞ えっとですね、日本初期に、えー、この国はあの日のいずる法に向けるっていう風な言葉があって、これがあのひむかっていう言葉の大元ですけども、農産物はですね、この日照量と栄養成分ってものすごく関係があるんですね。えいろんな方が美味しい美味しいって言っていただけるのは、あのこの日照量が多いところはビタミン C がおおき多いっていうのがもあの。 しっかりこうデータとしてあるので,ですねこんなことをですねしっかりとやっぱ PR していかないかなと思ってます地鶏も宮崎牛もおいしいけど実は野菜がうまいんだよという人たち結構いてですね周りにですねそんなこともですね含めて食の魅力は観光とセットで,ですね売っていけたらいいななんて広島カープのオーナーナが松田オーナーが出雲の広島弁のベラン名町で,ですね日南の人はねって。 あの野菜が美味し本当にうですんやあの肉魚ばっかり売るけどみたいなだから本当は実は宮崎野菜が美味しいということで、はい、じゃちょっと話をちょっと変えましてスポーツでいきたいなとまず椎ガヤでもあのスポーツキャンプいろいろ受けてますよねはいあのもう来週あさってからまたラグビーの日本代表がキャンプに来るので皆さん旗とか見た方もいると思いますけどもラグビーワールドカップの時も、まあ、前回のね えー、海外の時もあもエディ・ジョーンズさんが、まあ、非常に気に入ってくれて来ていただいてなので彼がイングランドの日本代表になったのに日本ワールドカップの時はここでイングランドも日本代表もキャンプをしていただいたとただもう予算の違いにびっくりしましたけどねもう皆さん、イングランドはすごいいい部屋泊まって食材も予算が3倍ぐらい日本代表になってさすが母国イングランド。 でも日本代表は予算は少ないですけども非常に頑張ってもらって結果も残したということですしまああのゴルフとトライアスロンはオリンピックの指定強化施設になっておりますのでまあ指定強化選手はもうただで使っていただけるという環境になってますし先月発表してまだ議会承認待ちではあるんですけどもほぼ大丈夫だとは思うんですが皆さん見ていただいてるかもしれませんがオーシャンドームの跡地っていうのがまあ白,白くまっあまあ白で残って,てまてこれどうすんだという話があったんですが実はこれがですね えー、県のトレーニング施設になるという予定でおりますそこに新しいラグビーコートとサッカーコートとトラックそしてインドアの練習施設ができるということでもう本当にトップの J リーグのチームでも誘致できるような、えー、合宿施設になっていくということでやっぱりスポーツでもねもう一度、まあ、ここ市外は20名以上またテニスコートもありますしスポーツ、まあ、ゴルフももちろんありますけども。 ね、実は、まあ、2月ってめちゃくちゃ宮崎あったかいんですよね、なので野球チームのほぼ半分ですかね、J リーグも半分以上のチームが宮崎県内でキャンプしてるんですよね、2月、1月、2月って、まあ、それぐらい実はスポーツゆかりあるんですけれども、まあ、プロスポーツチームがまだあのメジャーなのは1個もないというところで、まあ、それはそれで課題ではあるんですけども、まあ、アマーのスポーツも含めて、ですねこうスポーツで推していこうというのは、c イ a としても今、考えてるところですね。 椎谷の跡地問題っても長年の課題だったわけですよ。椎谷さんは固定資産税を何年間何千万でしたっけね払わざるを得なかったと場所だけでとで今回行政が置くことによって多分ですね宮崎市の税収が減るだけでって宮崎さんには申し訳ないんですけど椎谷、まあ、さんの,あれ,あ,のあれも減りますしうちとしてもあ県全体としてもですねナショナルトレセンのような運用を目指した県の施設ということで。 本格的スポーツチームをこの素晴らしい資格セ,セットで呼べるというところで、まあ頑張ろうとするところですね。はい、これ、ね、スポーツのところで群さんあの県の全体とかなんかはい事前に言ってなかったん、ね、で、えー、特定特徴いやいやあのスポーツもこの この地域のですね気候風土が生んだ非常に大きなあの特徴であり、えー、これは生かさん手はないと思いますね。えー、とおとといまた武、ま、さんさっきおられたんだけど一緒にあのお話をする中でテーマがですね「スポーツ×食×健康イコール宮崎の繁栄」というですねそういう方程式をですねとこうということで話をしていてまあ 全てまあ得意分野であるし健康というのはやっぱりこのコロナ禍の中でですねまた当たり前にあった健康命というものについての関心が高まっているとこれを掛け算して宮崎の発展につなげていこうという話をしたところなんですけどこの3つですねどれかがゼロになる掛け算だからどれかがゼロになると答えはゼロになるということなんですよねだから体を動かすことそれから食べるものそして健康というものをですね一緒にバランスよく やっていくということがこれは県の発展のためにも大事だけれども、えー、県民の皆さんがですね生活していく上でもアフターコロナといわれる時代にどう生きていくかという上でもですねとっても大切なワードだなというふうに守っているところですはいありがとうございますではですねどうしようかな一言ずつ最後質問に入る前にですね一言ずつあの自分がじゃあ何をしていくかとこの宮崎を伸ばすためにというかこの地域の 魅力を生かすためにと,いうところでなんかこう宣言的に一言ずついただいて締めに入あの質問のコーナーに入ろうかなと思っておりますどうしましょう準備ができている方からじゃ向こうからで倉垣さんの方からいいですかはいえっ、ー、と私はまずそのまずこれから帯で授業をさせていただくにあたってまず最初にやっぱ取り組まないといけないっていうのは帯の城下町でま分散型ホテルというところを できれば地域の人のモチベーションを上げながらですね、えー、一緒になってやっていきたいというのがあるんですけどもただそこを宿泊施設にただするだけではなくてやはりその,その時代の、まあ、昔の100年ぐらい前の歴史というところを感じてもらうというところが旅として目的として大切だと思いますのでその武士の歴史というところの周りにです、ね、やっぱり商人のそれは油津とか南郷とかそういった商売の街というのもありますし。 まあえー、北郷、そして坂谷という農業の地域がありますので、そういったところ、その各地域のコミュニティごとの魅力っていうところを結んで、まず、帯日南の中で、なんか滞在型観光地みたいなのを作って、そこから里見さんのところとですね、いろいろ連携して、いろんな宮崎、例えば市ヶ谷からもいろんな各地に行ってもらうような、そういったところの地域づくりっていうころを、なんか宮崎でやっぱりやっていきたいと思ってます。 ありがとうございます。まあ今回これをきっかけにオビトシーガヤが G1 吸収をきっかけにですね、もっと密になったらいいなと僕自身も思っているところですね。はい、国仁さんお願いします。いいプロジェクトができそうですね。<laughs> はい、あのフェリーも仲間に入れてください。ね、えっと今はですね、あのフェリーの社長をさせていただいてます。えっ、ー、と今ですね新船を作っています。二隻新しい船を二十五年ぶりに作っています。で、この船をですね、やはりテコにしながら、えー、宮崎の活性化にどう寄与できるかななんていうことを考えているんですけども。 えとこの船、ですね、えー、と貨物と旅客と運ぶんですが、えー、貨物の割合が7割です、えー、宮崎でできた農産物をですね、えー、大阪方面に送るという大きな使命があるわけですけれども、3割のその旅客の部分をですねもう少しあの元気にしたいななんて思っています。 で、えー、まああの神戸と宮崎を結んでいる船ですけれども、そのディスティネーションそのものの魅力も確かにあるんだけれども、う一つ自分で持っているのは船旅を楽しんでもらいたいと思っていてですね、えー、船に乗ること自体が旅の目的の一つになるようなそんな船にならないかなと思っています。まあそういう中で大切だと思っているのが一つはやっぱり食ですね。えー、食飲み物も含めて、えー、船の中で豊かな時間を あの家族で語らいもいいし友達の語らいもいいと思うけど過ごしてもらえるような船になったらいいなと思っているし、えっと、あと、まあ、音楽をですね実は社長になってまだ短いんだけれど、えー、ステージをですね、えー、作ってもらって、えー、そこで音楽が演奏できるような仕掛けを作,って作ろうとしているっていうのが確かかなそ,そんなことをやってみたり。 ウィズペットの部屋を作ってみたりですね多様な皆さんのニーズに応えられるような船にしたいなと思っていますそしてここから降りたあの船から降りた方がですねえまああの帯に行っていただいたりですねまあ一番近いのは本当にこのホテルなんだけれど。 いろんな形でいろんなところと連携していくっていうふうなことで船の中はゆったりとした時間があるので情報発信にはですねこんなうってつけのところはありません逃げ場がありませんからねまあそういう意味では情報発信の船という見方もできるのかなんてですねいろんなことを考えている今日この頃ですがよろしいでしょうかはいありがとうございますカーフェリー本当に期待しておりますのでお願いしたいと思いますたさとみさんお願いします、はい、まずあの批判より提案をということで まあ実はあの残念ながら宮崎インバウンドの影響少なかったんですよねなぜかというともともとあんま来てなかったというで台北と香港が飛行機飛んでるんですねでインチョンは冬冬だけ冬あったかいんでみんなあの韓国人がゴルフに温泉しにこっち来るんですけどもなのでやっぱり来たるべき再インバウンドに備えてですね飛行機路線をもっと増やしてもらいたいなとこれはやっぱり宮崎県と一緒にですね やっぱ中国本土の方にも上海とかもしくは天津の北京含めてからもし直接結ばれたらここね宮崎来ちゃえばいろんなところがありますからシ外ガイも近いですしあのそれはぜひですね県と一緒に提案していきたいなというふうに思ってますし思想から行動へというところでシ外ガイはですねあの日本一おいしいリゾートへとになるというのを今ミッションに掲げて ビジョンでやってるんですけどその前にまずは短期では九州一を目指そうとまあイコールハウステンボス倒さないとですねあ,あんまり言っちゃうできないですけどねこって前回九州ハウステンボスでしたからねまあ日本ま,あまずはあの九州一になれないでしょうと大きい大型リゾートとしてはですねでその先にやっぱり日本一のおいしいにはですねあえてこうこ,うこの クコーテーションマークをつけろと僕が言ったのは何でかって言っおいしいっていうだけ言うと食だけになっちゃってじゃあコックだけの責任なのかというふうになっちゃうんでいやこれは僕は拡大解釈をしておいしい体験をしてもらうリゾートにしようともちろん食が中心ですけども滞在ホスピタリティですよね滞在価値滞在体験を楽しんでもらうリゾートを目指そうというふうに思ってますのでこれを今日うちのスタッフは一人しかいないのであと社長が来てますけども。 やっぱり行動ということで実は、実はじゃないですね、僕はこ個人的宣言としても来期は黒字化をしますと、<お>もう何年もこれ、赤字続いてるんですけど、来期はもう必ず旅行需要が爆発に僕は戻ってくると思ってますので、実際、GoTo キャンペーンの時すごかったんです、去年10月、11月は。なので、またぜひ政府にまたこれ、提案で、はい、GoTo キャンペーン、なるべく早くできる環境を整えていただいて、来期は必ず黒字化したいなというふうに思ってます。 はい素晴らしい宣言が出ました。ぜひもう、はい、みんなでか。でそこにいらっしゃいますからね。はい、じゃここで全体の質問を受けたいと思います。意見や質問なんでも結構でありますが、ある方は、あ,のあそこに並んでいただくという形になります。何かご意見でもご質問でも良いんですが、はい、さっきの航空のやつなんかはです、ね、現職の,あの都上下田市長が来られてますので、ぜひ。 行政あの飛行機の便を中国も増やすぞみたいなことを県にもぜひ先,先ほど実は池田さんの話が出ててふるさと納税日本一ということでやっぱ質問じゃなくてねそういうあのコメントもねねそうです流れ上池田市長なんかあの何か宣言というか裏九州の一員としてなんか何やるぞみたいなあとデジタル庁のデジタル構想会議の委員にも市町村長代表でなられましたので、まあ、その辺の話でもいいですけど。なんか せっかくだから一言喋っていきましょう <laughs> まずね裏九州って言ってる時点で自虐セッションですけど裏じゃないっておっしゃるかもしれないけど裏じゃないんだとあすみませんあの宮古の女子長の池田でございます実はちょ,ちょっと遅れて入ってさっき五分ぐらい目入ったんで前半の話一切聞いてなくてで今最後のセッションのところだけ聞いてたんでそのふるさと納税の話もしていただいたということでありますけれども まああのそうですね、裏、まあ、九州、裏、まあ、なのかなと思いながら表でもいいんじゃないかと思いつつ、ですね裏、まあ、九州の底力でありますけれども、まあ、今日ですねあの来ている方々がもうあのおっしゃったんだと思いますが、まあ、私もですねその宮崎のですね一自治体のですね、まあ、首長として取り組みしてますけれども、あの私がいつも思っているのは、都の城が元気になれば、 宮崎が元気になるで都の城が元気になれば日本が元気になるという思いで、まあ、取り組みをいろいろしております、まあ、ふるさと納税の話をしていただいたということでありますけれども、まあ、これもですね、えー、もともとは、えー、都の城を知ってもらいたいという思いで、えー、ずっと取り組みをしていて、まあ、結果日本一になることが一番知ってもらえるという。 まあことでですね、まあ、取り組み強化しておりますけれども、えー、まあ私がいつも都農場で思っていることは、いかに外から外貨を稼いで、そして地域でお金を回して、で地域から漏らさないということをですね、まあ、いつも考えて、まあ、これがですね、まあ、私は今後、例えば地方が考えるときにです、ね、えー、地域で人口が減っていく中で、経済を回していくためには、 大事ななな考え方かなといいいう思いの中でいろんな取りり組みをしておりま,す、えー、まあ一自治体ではありますけれどもそういった取り組みをすることによってですねあのなかなか都城は観光という面ではちょっと厳しい宮崎市とか日南市とか高千穂町に比べたらかなり観光資源は少ないんですが、まあ、うちはそれをですね逆手にとって今肉と焼酎これでふるさと納税をして 今度は肉と焼酎でふるさと納税で都の城を知っていただいて、次は来てもらおうということで、今、勝手にですねミートツーリズムというふうに名前を付けて取り組みをしております。地域が持っているですねうちが持っている宝をですねより一層輝かして人を呼ぶ、そしてお金を地域で回すという取り組みをずっとしておりますま。そういった取り組みをですね各自治体がそれぞれの特性を生かして取り組んでいただければですね 宮崎、そして裏九州もですね、底力を十分に発揮できるんじゃないかなというふうに思っております。すいません、突然でですね、こんな話しかできないですけれども。いいすいません、お茶振りしまして、えー。しっかり私も頑張ってまいります。えー、一緒にチーム宮崎で頑張りましょう。チーム九州ですかね。<laughs> ありがとうございました。ありがとうございます。はい、なんかちょっとじゃあご意見お二方上がありました。あの。 2人ままととめて聞きたいと思い思す G1 いつもの方式であの連続で発言並んでいただいて時間のロスがないように申し訳ございません、はい、あの今年からセガサミーの、えー、取締役を拝命しておりましてさっき大久保さんから里見さ,さん出るので行くって聞かれてあそれは忖度で来るよっていう感じで <laughs> <laughs> あのただ、ですね今あの皆さんのご発言聞いて本当にあの私がコロナになってなんか行きたいなって思ったのは実は。 あのシーガイアみたいなこの海が見えてプールがあって。 朝バッフェが食べられる <laughs> ホテルにずっと行きたいってなんかどん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 そういう思いがなんか募ってきたんですねでそれ何でかっていうと私割と海外も長くってそういうホテル割と多いんですよでそういうホテルを選んで子供からママが行くところってバッフェがあってプールがあって海があってどこに行ったって同じじゃんっていつも言われるんですけれどもやっぱりそういうところに行きたいなってそれがここにあるなってあの本当に忖度じゃなくて実感したんですね。本当に昨日 あのバーベキュー食べて宮崎めめちゃめちゃゃ美味しかったんですでそんなホテルって世界中にいっぱいあるんですけれどもこの本当にその人が求めてる美味しさとかがそれについてるホテルっていうのはそんなになくて。 えと私の経験ではあのメキシコでコズメルっていうところに行った時にメキシコ料理がすごいおいしくってでそれがバッフェでついていてっていうようなところがありますとですからこの皆さんの力を結集してですねそれをもっとその食があってでみんなが求めていてこういうところに行きたいなっていうのがなんか実現できる。 そういう素地があるところじゃないかなと思っていたので、えー、とお願いというのは、えー、とシーガイアさんにですねあの別にもっと税金払っていいのでここをもっともっと大きくして、えー、と宮崎県の半分ぐらいをシーガイアにしてでそうするとインバウンドの人が来ると思うんですよ。みんんんなななががそれを求めてていいるるしこんなにおいしこにもものがあるんだってなったらもう 今度次の観光の爆発するときにはすごいことになるのでぜひもっと税金を払ってですね、えっと、もっとたくさん市議会をしてほしいと思いますありがとうございますもうあと里見さんの一存しだいですねはいあの、まあ、さっきのセッションでもありましたけど <laughs> 日本人の滞在旅行って1泊2日が圧倒的に多いんですよねそれに比べてインバウンドってやっぱり1週間10日1泊2日だとやっぱり同じところに泊まってそのまま帰っちゃってあんま体験もないと消費も少ないんですけどもやっぱり インバウンドの方はやっぱ長く滞在するからこそこと消費なりいろんなところ回るっていうのがあるのでやっぱりこう来るべきインバウンド復活に向けてそう,、ね、そういうのをやっていいいきたいですねはい、あと7分でございますじゃあ,あの質問は原則30秒以内というルールがありまして2人連続いきたいと思います。はい はい、い本日はありがとうございます、えーと。私は岡山から来ているんですけれども、岡山も酪農もそうですし、水産もそう、野菜も果物もおいしいものがたくさんあるんですが、もう端的に1つ、これ、地域の中であの1つに絞って押していくのは結構、まあ、難しいことかなと思うんですが、どのようにコンセンサスを取って、いろいろといいものがある中で、えー、社内あの、地域内の合意形成をしていったのか、教えてください。はい、はじゃっき、ま、次の質問を受けてからあの答えて、軍事さん、ぜひ、真夏、準備をお願いしたいと思います。すいません、えーと いたかと申ししまます本日大阪から参りましたあの裏九州という言葉大阪にいるとですね裏じゃなくて宮崎っていうのは表じゃないかなっていうふうに思ってましてで向かれてる方向が多分福岡とか熊本に対して裏であってでじゃあ今の,そのマーケティングとかおっしゃられてましたけれども軍事社長にお伺いしたいのは先ほど神戸コールの話言ってられました。要は宮崎とかか大分からその瀬戸内海を通じて 大阪とか中四国とのその観光的なつながり、瀬戸内海を生かすっていうようなことは考えられるのかということをお伺いしたいと思います。以上でございます。まあ、表九州だと思いますんで、よろしくお願いします。で、<laughs> ちょっとリモートもちょっと郡司さんの方に答えてもらえたらと思いますけど。はい、えー、一つ目の質問ですね、えー。宮崎ブランドの代表格である。完熟マンゴー、太陽の卵の話をさせてください。えー、太陽の卵はですね、えー。糖度15度以上。まあ、頭上感知してですね。 えー、糖度が15度以上それで大きさが3 5 0ム以上で傷のないものっていうことなんです、えー、全体の発症率がですね、えー、平成13年に決めましたけどその当時7%今でも20%いきませんでそういうものを売るときにです、ね、私何て言われたかというとやはり太陽の卵はお前の言うように売れるかもしれないけど残りの90%お前どうやって売ってくれるんだとだいぶやられました。でそののに思ったのはですね、まあ ブランドっていうのは基本的に目に見えない価値だと思ってるんですよ。あのえー、と人物、金、情報、第五の経営資源を僕はブランドだと言ってるんですけどこのブランドだけは目に見えない。目に見えないんだけれど糖度も目に見えないんだけど それを非破壊センサーで測って、えー、これはこういう商品ですよと贈答用だから絶対に間違いない商品ですよということで売り出したのが太陽の卵ですでこれで、えー、一斉風靡することになるんですけど東国原さんの力も大きかったかもしれませんがそのことで何が起こったかというと残りの90%の完熟マンゴーもぐっと値段が上がりました外国産のマンゴーも値段が上がりました 確かにですね1つのものに集中すると、いろんな批判はあります、当初、ずいぶんみんなからけなされました、私も。ただ、信じてですね進めていくことが大切だと思います、いいですかね、それで1つ目は。2つ目は、ですね、えー、っと表九州と言っていただいてありがとうございます、うちの船はですね、えー、外交を走ります、外交を走るというのはですね時間が短く済むからです。 えー、観光的な要素を考えるとですね瀬戸内を走る方がよっぽど風景はいいし w i f i も入るんですけどね時間がかかりますそれと来島海域橋とかあのい,いくつかとっても危険な場所もあるんですねで、えー、第2水準といって波が高い時には瀬戸内航路を行くことがあります。けど 圧倒的に早い時間で行きたいと思っているのはこれは、えー、ベースカゴである農産物をですねしっかり朝早く、えー、今、えー、7時半に着きますけどあのこちらを7時10分に出て夜を走って7時半に神戸に着くということの時間価値を追っているということなんですね。あのこれからあの瀬戸内を走るという選択についていろいろと考えてはみますけども夜なんですよ、走るのが。 夜だと、するととそれほど大きななな価値はないのかなと時間がかかる分だけえ船内でのいろんなアミューズメントであるとか学びの場をあの質を上げていくことの方が戦略的には正しいのではないかなと思いますただ、時にはですね特別列車ではないけど特別クルーズで昼間ですねえ瀬戸内の,あの美しい風景を見ながら走るという選択は時々やったらいいかなと今、お話を聞いて思いました。ありがとうございます はいじゃちょうど大体時間になってまいりました、えっとまあ、先ほど郡司さんが本当にあの宮崎農業のですね近年の立役者で、まあ、東国原さんの PR でしたというパターンも多いと思いますけれどもただ本物を作ってなければですね、えー、この後東国原さんが退任して10年以上ぐらいですかね残らなかったはずなのであのやっぱりとんがりを作るというか一,一点突破をすることによってマンゴーが全部上がったという話に象徴されているのかなと。 でこの裏九州とはやれてますけどもそういったとんがった魅力をしっかり作って僕も変わらずあの帯の方をしっかり支援したいと思いますし滋賀谷さんとも今後連携してこのセッションを機にですね今回の g 1の連携を機にまた宮崎頑張っていきたいと思いますのでぜひ今日参加者の皆様また宮崎をご引きにまた応援団になってもらいましたら幸いに思っております。1 2分早いですけど 言い残したじゃあ、倉掛さんから。<laughs> えとちょっと宮崎、椎谷さんが、まあ、宮崎県の半分ぐらいのです、ね、大きさに、まあ、大きくなった場合にはちょっと帯もその一部になっちゃうかもしれないんですけども、まあ、帯の方はやっぱり,そのやっぱり100年に100何十、280年ぐらいですかね、伊藤藩というところが、えー、培ってきた歴史っていうところを今後100年先につないでいくということが大切だと思いますので、まあ、そういったことをしながら、 その地域の古き良きさというところに来ますとそのできれば旅人の人とです、ね、地域の方がもっとコミュニケーションを取れるような,な海外のような観光地にしていきたいと思っておりますので次回、ぜひ泊まりに来ていただきたいと思います。よろししくお願いいます、えー、宮崎の食というです、ね、資源を 観光的にどう使っていくのかという話をですねいろんなところで今日はお聞かせ願いました、えー、食の魅力をですね最大限に発揮できるような観光のありよう私の方もまた頑張っていきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますありがとうございましたあのレストランの語源ってフランス語の回復するっていうところが来てるんですねもともと回復元気にするところがレストランの語源なんですが まあ、シーガイアのミッションは感動体験を通じてお客様を元気にするというのを掲げてるんですけども我々もやっぱ食を通じてこのホスピタリティも合わせてですね滞在していただいたお客様が元気になってまた世界中に帰っていくというところにしていきたいなというふうに思ってますので引き続きご,ご,ごひいきに <laughs> よろしくお願いいたします。 はい、本当にあの長時間に渡りありがとうございました。もう堀3回いつも言われてる時間、厳守今10秒残して終わりますので、ぴったりということでお司会の方に渡しちゃってます。本当にありがとうございました。はい